まあそんなことでポンちゃんの話なんですけど、ポンちゃんコラボ面白かったね。いやでもなんか本当初めての、初めてというか、まあそのようやっとのコラボもうおよそ2年越しのコラボだったんですけど、いややっとできてよかったわ本当に。楽しかった、ね、途中完全に女子会だった。そうだね、あのコラボがね、そう、後半がもう完全にコスメの話してて、そう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 でしたね。食生活心配だよね、ちゃんと心配になったね。あんた食べなよって言って、そう、ね、そう、途中からそう、ママ蘇ってるやんって言われて、そうそうそう、ね、そう、ね、そう、あれは蘇るってなりましたけどね。え、本当に、なぎちゃんご飯作ってあげたらいいのに、遠いて遠いて距離があるんだよ、距離が距離がさ、そのちゃんとその新幹線とかが必要になってくる距離だから、そのバーチャル関西だから、あの子ちょ遠いからさ、そう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 、ちょ自分で何とかしてくださいと思いつつ、逆に近かったら作ってあげたの。うん、まあ、ゼロではないかもしれないね。もしかしたらね。そう。わかんないけどね。まあ、そんなこともございました。いや、でも楽しかったね。そう、なんか、ポンちゃんのその激辛エピとかは何気に初めて聞いたし。そう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 。そう、激辛のとこの話とかさ、まあ、切り抜いてくださってる方がいらっしゃってさ、まあ、ちょっとどことは言わないんですけど、そう、味覚刺繍の話でね、そう。そのポンちゃんのそのまあ要は公式番組の方でね、そのわさび寿司を食べたところのね映像とかも含めてそのまとめてくださってる方がいらっしゃって、それ見たんだけどさ、マジで終わってんのねって思って、そうああこれはひどいねって思って、そうこれはひどいわって思いながら、こう、もうしょうがないのかもね。健康だけは害さないでほしいですけどね、はい、よろしくお願いします本当にまあでも楽しかったですね、はい、ポンちゃんコラボでございました、ありがとうございます。まあコラボ